今日よく名前が出ていた高田英二、作詞作曲、そしてミヤちゃんが必ずリクエストくださっていた曲を、カズマと手つかずで、ギブンって言ってる。君のために何をしてあげられるのか考えてた。君が一体何を欲しがってるのか探していた。君にどんな言葉あげられるのか迷っていた。君にどんな歌を歌おうかって悩んでいた。与えられる喜び、与えられる気持ち、今初めて気づいた。与えられてたことに。考えてた。